どうもアイトです。まず箱のログを見ていただきたい。数え間違っていなければ、30回攻撃、15000を超えるダメージだ。このダメージ量に至った編成と、スキルを見てみよう。ランがリーダーのランさんチーム。ランのスキルを確認してみよう。ランがレアリティさんで覚えるチームスキル。このスキルと、超人、肘リベクレン。あとはよダメージが底上げされそうなパッシブスキルを、少々。これらのスキルの組み合わせにより、5桁を超えるダメージを叩き出すことに、成功。というわけで今回は、肘リベクレンとタダンの組み合わせで、出せる、ダメージ量を中心に、見ていくよ。22,994 の、ダメージ。早速記録更新だね。攻撃回数は47回ぐらいかな？なかなかタイミングよく超人、肘リベクレン、が、発動しない。ミスした時点で攻撃が終わるから、ダメージ量は安定しない。要するに運次第だけど、大体の敵はオーバーキルだね。悟りは回避率が高いからすぐに、ミスが出るね。五穀豊穣ライスシャワーやらせない消えなさい。楽しませてちょうだい。はっ！五穀豊穣ライスシャワー。ランには遠く及ばないダメージ量だ。五穀豊穣ライスシャワー、一緒に遊びましょう。壊れちゃえ。いや、強めに行きますよ。マリサやフランと比べて、ヒット数と威力に差があるのは、装備しているスキルやスキルレベルによる違いかな。でかいフランドールも余裕だね。いただきます。おお、そこです。大丈夫だ。戦闘の継続に影響はない。気力しなさい。天皇相馬神騎士も怖くない。私はまだまだ強くなれる。逃げ場はないぞ。ランが超人、肘リベクレンで出すダメージが極端に高いのは、式神を使う程度の能力が、レベル5でランがオーナーだからですね。いや、
逃げ場はないぞ。天王相馬神器爪粉砕。魔法少女たちの前ではなすすべもない。見切って、そこだ。させるか。やらせない。もはや何匹いようと敵ではない。ラムさん、五穀豊穣ライスシャワー。連続で響く会心多弾の音が気持ちいい。現状、ランのこの攻撃回数を超えることは、サナエには無理だろうな。ちなみに、TOBR では攻撃回数プラス15が、最大だったはず。五穀豊穣ライスシャワー。さらに腕が上がりました。痛いわ。砦天王相馬神器爪と戦うパチリ。余裕だね。壊れちゃえ。させるか。もうとっくにご存知でしょうが、ランサンチームの魔法少女たちは全員実に。このままボス戦へ。システムオールグリーン。ボス戦はノーカットでお送りいたします。五穀豊穣ライスシャワー。開幕ライスシャワーによるボス。さあ一緒に遊びましょう。さらにフライのマウンテンマーダーで大バフ。ここでも少女たちは拳を命令に戦います。魔法や派手な技はいらんかったね。ファイト開始。そこを破損。そらや損傷拡大。ふむ、負けはしないだろうが、時間はかかりそうだな。おそらく30回に進むことは無理だろう。まあ、このボス戦は、おまけということで、同時に、ひじり爆弾と、式神を使うなどの能力の、組み合わせによる有用性を確認することが今回の目的。補修レベルを上げ、他の機種と組み合わせることで、その効果はさらに期待できそうだ。とりあえず、それぞれの機種のオーナーである、ワンとヒジリの2強かな。ライスシャワー使うのなかったな。ボスに隣接していたランを、こちらに引き寄せてしまった。仲間が数十人の時はライスシャワーした後に、スキルを連発していたイメージがあったけど、今回はそう都合よくスキル発動しないな、と思ったら連発したりなんて。お、とどめはマリサかな。すごいじゃん。私が認めているだけのことはあるな。最後に今回のメンバーのスキルを確認してみよう。超人、ひじり百連のレベルは4だったか、レベル5だったらさらにダメージ量は変わったかな。そうそう、今回はちゃんと撃手も意識してみたよ。一人ずつ説明する時間がなかった。まあ、基本はレベル2差はあれど、超人、ひじり百連と、式神を使う程度の能力を、装備。式神を使う程度の能力は、まだ量産途中なので、
全員が装備しているわけではないです。式神を使う程度の能力は傀儡種族でなくても、多段の効果は発揮していると、思われる。ランがリーダーのランさんチームで、式神を使う程度の能力を、装備しているキャラに効果があるみたい。ちなみに、これにより超人、ひじり百連、が、多段ヒットする理由は、超人、ひじり百連、が、通常攻撃扱いの、スキルだからですね。チームやスキルの組み合わせでまだまだ強くなれそうですね。そろそろ激種や属性もしっかりと、意識していきましょうかね。というわけで今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。